神奈川公園は、神奈川県横浜市神奈川区栄町にある都市公園。山下公園などとともに、関東大震災の政府復興事業の一環として、造成された由緒ある公園で、1930年4月10日、開園。面積は14,190平方メートル。公園内の北の角にコンサートホールの神奈川会館も建設され、公園と同時にオープンした。 神奈川会館のステンドグラスは公園内にある郊外屋集会所に保存されている。都心にもかかわらず緑豊かな公園内には歴史を感じさせる巨木が多く、鬱蒼と木々が生い茂っている。一方で近年老木の伐採が相次いでいる。木々の生い茂る広い芝生のエリアと滑り台などの遊具が設置してあるエリアがあり、市民や保育園児、周辺オフィスで働く。 人々の憩いの場となっている。休憩は禁止されている。公園の周囲はすべて大小の道路に囲まれており、敷地は南北に長い横長の五角形状になっている。公園の北西側が国道15号とその上空を通る首都高速神奈川1号横羽線に北東側が中央市場通りに面している。国道15号と中央市場通りにはかつて 横浜市電が走っており、東公園前に神奈川海岸前連定が存在した。公園の西側が面する市道は、公園に接する二十メートルほどの区間だけが一方、通行である。国道十五号方面に抜けるには、公園沿いに半時計回りに大きく迂回する必要があるため、公園の南西側から北東側に接する細い対面通行の市道は、交通量が比較的、 多い時間帯があり、注意が必要である。公園の一部はタワーマンションが立ち並ぶポートサイド地区に隣接している。ありがとうございます。